ちょどうしたのソッシー、いきなり平日に収録ってさ、ちょっともう時間よ時間、うん、どうしたの。まあ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 、ちょっとリントン聞いてよ、聞いてほしいことがあるから呼んだ。何よ何をだよ、聞いてよもううるせえな、早く言えよラジ歴100万再生達成です、イエーイ。ということで、リスナーの皆様も、はい、昨日、日曜日にですね、11月14日日曜日に、はい、ラジオ歴史小話、本体、100万再生を突破しました。ということで、ありがとうございました。ありがとうございます。うん、もうすでにね、Twitter なんかでは、もうご報告のやつをやってましたけれども、いや、本当に多くの皆さんに聞いていただいて、改めてですけれども、はい、まあ、2017年の7月のね、20日、20日とか、それぐらいから、配信を始めて、はい、ついに、100万再生ということだったんですが、はい、やっぱここまでいろいろとありましたね、本当に、うん。ありました、もう今この喜びがこのタイミングで持てるなんて、かつて想像できなかった時期が長かったですね。あとね、結構辛かった、一番やってて。そうですね、まあ、さっき我々2017年の7月にスタートしたって話あったじゃないですか、うんうんうん、でまあ始めた当初は10再生もいかないことなんてザラだった。そうだね、うん、そういう時期がやっぱ長かったなと思いますけど、うんうんうん、僕はですね特に2018年ぐらいエピソード番号で言うと、まあ、230とか、うん、50いかない時期なんですけども、200から250、当時は月から金まで1日1話みたいな感じで平日ねやってたね。配信毎日、最近ラジ歴を聞いてくださ聞き始めてくださった皆さんはラジ歴火曜日と金曜日だよねって感じだと思うんですけど、うん、あの時は月火水木金週5本やってましたよね、うん、そう週5本やっ1回ね5本撮りってやってたね、うんうん、はい、でやってた割にはなかなか再生数とかが伸びず、うんうんうん、なんか先がね見えなかった、あの時期はちょっと辛かったなとか。そうだね、あの当時銀座のねスタジオって我々ちょこちょこ呼んだりしてますけど、リントンと週一で集まるその銀座への足取りがちょっと重かった時期もあったなーなんて思い返しますけど、リートンはなんか苦しかった時期、僕も大体やっぱその時期だよね、うん、やっぱり始めた最初の2017年7月から、12月とか2018年の1月ぐらいまでは、うん、まあ、はい、楽しかったというか、なんか何やっても初めてだったし、うん、確かに、まあ、こういうことやっても面白いねとかこんなことやっても面白いねって、まあ、お互いいろいろと意見も出て、こうやってこうこうやってこうって、うん、でいろんななんか、まあ、再生数とか本当に気にせずにチャレンジして面白いからやろうみたいな感じだったけど、うん、まあ2018年の8月を超えたあたりから、うん、これこのまんま続けてなんか意味あんのかなとかねなんかもうソッシーもなんか元気ないし、まあ俺もなんかやる気出ないし、うん、もうやめちゃおうかみたいなね、うん、気分にこう落ち込んでいくことはあったね、あの時期、うん、ありましたね、うん、まあでもそこからね諦めずに、まあ今日まで来たって言ったらちょっと一気に時間軸を巻き戻しすぎてる感じもありますけどもそこからね、まあ、冷静にね、うん、我々見直して何がそもそもやりたかったんだっけ、うん、何がやりたかったことだっけで一個一個丁寧にそこから改善、うん、なんか自分たちの好き勝手に面白おかしく喋るんじゃなくて、うん、ちゃんとリスナーと向き合っていこうみたいな、まあ、そういうふうにやり始めたのがやっぱり2019年からだったよね、うん、はい、ですね。そのリスナーの皆さんと向き合うって言葉にしたらすごく簡単に聞こえることなんですけど、なんかやっぱり意識をしてその収録する時のまあお話、うん、あれこのエピソードで何伝えたいんだっけとか、うんうんうん、話して楽しくて終わりみたいな感じじゃちょっとダメだよねっていうような、うん、そういう意識って少しずつついてきた感じありましたよね。そうだね、まあもちろんね今もそれが完璧にできてるかって言われたらまだまだなんだけど、うん、やっぱそれを意識し始めることによって2019年からやっぱ数字がね如実に変わってって、
それまで、2019年の頭に33とかがマックスの再生数、うん、1エピソードあたり、はい、まあ、それを103桁目指したいねって言ってたら、うん、まあ、あっという間に3桁にできて、はい、で、うん、350話の聖徳太子、これを話した時には、はい、500再生突破して、うん、で2019年の10月ぐらいからその351から、うん、エピソード351からカーキン配信にきちんとやっていこう、うん、ってなってから、はい、1000、2000って駆け上ってきた、うん、まあそんなここ2年間だったということで、非常にまあ、はい、あの苦しい思いをしながらも無事にここまで、うん、到達することができましたが、逆に嬉しかったことって何がある、うん、はい、あ、いや嬉しいことは結構いくらでも挙げられるんですけど、うんうん、まあ、いくつかあのご紹介するとすれば、やっぱり最近皆さんから応援メッセージとか感想コメントをいただき始めているじゃないですか、うん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 、そのコメントを読ませていただけるようにあのなったっていうことで、やっぱ続けてきてなければ、うん、そうだね、応援メッセージとの出会いっていうのはなかったなっていうふうに思いますし、うんうんうん、なんかその言葉一つ一つにリスナーさんを近くに感じることができる、これは、うんうんうん、純粋に嬉しいですよね。そうだよね、いや嬉しいよね、うん、あとはなんか僕自身あの、うんうん、まあポッドキャストと、うん、あの出会いっていうのが、まあ、リートンと始めたこのラジ歴ですけども、そうだね、はい、で実際今ポッドキャストの制作の授業とかもやらせてもらってるんですよね、うんうん、うん、そうだね、そこでの、そっちの方でもね、一生懸命音の魔術師として、はい、そんなこと言ってた時期もありましたけど、うんうん、やってるわけだけど、はい、であの番組でそれでご一緒する初めましての方と自己紹介するときに、うん、あ、ラジ歴ですか、知ってますよっていうふうに言っていただける機会がちょっとずつやっぱ増えてきてるんですよね、うん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 、有名人じゃん。いやいや、僕は別に有名人にっていうよりもこの番組がっていうねことなんですけど、うん、まあでも純粋にやっぱり続けてきて少しずつね、皆さんのお手元に届きやすくなってるっていう認知の広がり、ちょっとした変化ですけど、うん、全くそれがなかった時期からはやっぱ変わってきてるかなと思うので、違うね、変わったね、うん、これもやっぱりあの2018年時期の苦しい時期であの立ち止まってたら、うん、なかったし、僕も今ポッドキャストの制作の仕事多分やってないですね。いや本当にね、そう考えるともう本当に我々としてはもう十分にブレイクしたなっていう感じだよね、うん、ここまで来れて、うん、本当にあの番組でねお届けできてる我々の声とか人となりっていうことはもちろんなんですけど、それ以外にもあのソッシーはソシザキヒロトっていう人生があって、その範囲に広げると、うんうん、まあ、僕にとっては結構、まあ、影響が大きく受けられている活動だなっていうふうに改めて思いますけど、うんうん、リトンはどうですか、なんか続けてよかったなって思うこと。よかったこといろいろあるけど、まず一つ目は、まあ、ソッシーがちゃんと喋れるようになったなっていうことだね、うん、まず第一点では。あ、今リスナーの皆さんにもうんうんうんって言ってくれる方がちょっとでもいたら嬉しいなと思いますけど、まあ、ね、はい、本当にね、その2018年の苦しかった時期は、うん、まあ、もう一つ一言言っとくと、やっぱりソッシーが喋らなかったんだよね、はい、うんうんうん、もう何言ってもうんうんはいうんとかぐらいしか言わないし、いや、お前何のためにいるんだよみたいなねこともある中、徐々に、うん、いや、なんかね、喋、うん、れるようになってきたし、まとめるようにもなってきたし、いや、なんかそれは続けてきて、まあ、一友人としてね、我々当然最初スタートしてる中、うん、なんかまあソッシーの話が面白くなってきたなっていうのが、うん、まあ、個人的にはやっぱラジ歴続けてて、うん、まあ、最近やっぱね、うん、富に面白いな、嬉しいなって思うところと、あともう一つはやっぱさっきソッシーも言ったように、うん、まあ、リスナーさんとの出会いという意味で言うと、うん、まあ、今年前半に盛り上がったクラブハウス、はい、でここなんかでね、あのやっぱり結構たくさんの方からいつも聞いてますとか、うん、なんか、はい、あ、リートンさんですよねみたいなこと言われてなんかね、あの、うん、自分が有名人のようなね勘違いをすることもあって、うん、あ、なんかこういう経験、はい、体験させてもらえて本当嬉しかったなっていうところだね、うん、まあ、なんかその辺がいい、ね、うん、個人的にはやっぱり嬉しかったこと、うん、嬉しいことかな、うん、あの
そうですね、やっぱりリスナーさんとの出会いで一つ、まあ、最近メッセージ皆さんいただけるのは本当にありがたいことですし、その中でソッシーさんとリートンさんの出会いって何だったんですかってちょこちょこ聞いていただけることあるんですけども、そうだね、あるね、うんうんうん、まあその話をその思い出すたんびに本当に不思議な縁でね、偶然ってすごいよね、不思議な縁で僕とリートンは出会ったし、あの出会いがこうもその後4年5年と、まあ5年、あ、まだ言い過ぎか、4年、まあ、もうちょっとで5年だね、もう少しで5年かな、もう、うん、もう少しで5年だよね、うん、そう、まあ、ちょっと今日この出会いのところまで詳しく語るかどうか分かんないんですけど、まあでも2017年の2月1日、うん、2017年の2月1日に、うん、まあ、うん、共通の知り合いと知り合いを介して出会い飯食って、うん、まあ、俺ずっとコーヒー飲んでて、はい、なんかこう、うん、当時ねまだチャラチャラしてたソッシーが、なんかーコーヒーかっこいいっすねみたいな、俺も飲もっかなみたいな、なんだこいつうぜえなって思いながら、まあなんか話をして、はい、で、ね、ちょこちょこと仲良くなって、うん、いろいろ仕事でも関わるようになって、はい、まあ当時僕は、今もね、ノートに残ってるけど、メルマガ書いてたんだよね。メルマガとかブログで、1日1分歴史小話っていうのを書いていて、うん、はい、で、それをソッシーが読んでて、これ、うん、僕読むの苦手なんで音でやってくださいみたいな、なんか、リクエストがあってね、あ、うん、そうですね、確かにそれはちょっとやってみたいなと、ポッドキャストやってみたいなってなって、うん、じゃあやるならお前言い出しっぺなんだからお前も付き合えよってなって、うん、ソッシーと一緒にやり始めたっていうのが経緯だよ ね、うん、ですね、うん、ちょっと一個だけ補足したくて、さっきソッシーがポッドキャストやったらいいっすよって、うんうんうん、ね、おすすめした下りがちょっとね軽いなっていうふうに聞こえて補足だけさせてほしい。確かにね、そう、それは、うん、ソッシーとしてはこのラジ歴の生みの親は俺だと、それを軽く扱うなとそこの背景には何かあったか、そうそうそう、ちゃんと解説してやるぞと、うん、解説してよ、どうしたの、うん、じゃあその出会いの2月1日の 翌日に僕は初めてリートンが開催してた歴史の勉強会に参加したんですよ。そうなんだよね、うん、出会って2日後にいきなり来るとは思いもしなかったから、すごいびっくりして、そうそう、僕自身もね嬉しかったら覚えてるよ、うん、うん、すごい距離感の詰め方だなと思うんですけどそう思った、その詰め方は置いといてもそこで聞いたリートンの話がやっぱりすごい僕にとって衝撃的で、それは面白かったっていう意味で、うんうん、歴史確かに好きだった、だけど自分には関係のないものだと思う、うんうんうん、だけどこうもこういう学び方をするとこんなにも自分がわーって面白いなって思う、そういう気持ちに出会えるんだ、うん、思いをシェアしたくなっちゃったわけねそれ今僕から言いたかった、悔しい、あ、言いたかった、あ、そう、遅かったね、もうすぐ言わない、まさにそう、まさにその気持ちがあってでその後メルマガを、まあ、読ませていただいてた中で、うんうんうん、あ、これリートの話を直接やっぱり聞きたいなっていうふうに思った、僕自身の気持ちがラジ歴の提案につながったっていう、うん、知らなかったそこで大事なポイントを解いて、そうなんだ、それから、うん、ラジ歴やったらっていうか、うん、そのポッドキャストやってほしいっていう裏には、あ、うん、そういう感動の、うん、あったわけね、うん、そうなんですよ、そう、うん、知らんかった、うん、いやいやいや、まあ、その勉強会でどれぐらい面白かったかっていう気持ちとかはね、実はどっかにブログで転がってたりするんで探して見ていただけたら、まあ、それはね、まあ、秘密のねあれとしてね、秘密のあれとして、皆、うん、さ んそれはこのネットの大大海原の中から頑張って見つけ出してみていただければそうそうそう思うんですけれども、はい、もう時間もね、だらだらと過ぎるのもあれなので、うん、これから未来に向けて最後、はい、僕ら何をしていきたいのかっていうのを、うん、ちょっとそれぞれね、うん、抱負というかこんなことをチャレンジしてみたいっていうのを語って、うん、締めくくっていこういきましょうかね、うん、ソッシーは何があるの、ね、はい、もうねこれやっぱ言葉にしていかないと実現されないと思ったので、うんうん、宣言します。お、宣言、何、はい、サブチャンネル、ソッシーオリジナルのサブチャンネルを作る、これをねソロ活動するとね、あ、そう、やっぱね、いいデュエットのグループはいずれどこかでソロ活動したくなるそうだね、それはぜひぜひソロ活動、うん、っていうちょっと半分冗談みたいなんですけど、まあ
ね、ラジリケも冗談、俺ダメダメ、その今ちょっと予防線あったでしょ、冗談とか、はい、ダメだよ、もうやらなきゃダメだよ、やります、やります、冗談にはしない、う、うん、はい、まあ、ラジリケ本体、そして去年日本史総復習編、そして今リートンが、新聞解説ながら聞きと本体サブチャンネル、うん、まあ、サブチャンネル側にあるとソッシーの存在感が激減するんで、ちょっとこれは、まあ、でもそれ新聞解説ながら聞きだけだよ、うん、だって、うんうん、総復習編は別に一緒に撮ってんじゃん、まあね、うん、まあでもそう、新聞解説ながら聞き僕も聞きながらやっぱりちょっとずつニュースと歴史っていうところに蓄積してる知識とかもできてきてる中で、うんうんうん、自分も何か発信できたらなっていう欲がね、ちょっとずつ湧いてきてるんだけど、まあ、それをしっかりとね形にするまでもうちょっとしっかり勉強を重ねたいと思いますけど、まあここでちょっと宣言してみて、okay. 実現できる日をねしっかり作りたいなと思います。まあ、あと11月、うん、12月と2ヶ月あるから一緒にね、はい、あのコンセプト、うん、どんなサブチャンにするかっていうコンセプトは、うん、あの、うん、皆さん新聞解説ながら聞き僕一人でやってるっていう風に思われているかもしれないですけど、演者としては僕一人なんですけど、裏側にはちゃんとソッシーがいろいろと、まあ、相談に乗ってくれて、どういう風にやっていこうか、どういうコンセプトがいいかなっていうことはちゃんとソッシーは裏方としてね、ディレクターとしてプロデューサーディレクターとして入ってくれてますから、そこはちょっと一応言っといて言っとこうかな。演者としてはね、はい、僕だけなんだけど、うん、でなのでじゃあ今度は攻守交代にして僕が、まあ、あの、はい、プロデューサーディレクターでソッシーを演者としてねちょっと使い切れるかどうか、ちょっと僕も手には負えないかもしれないけど、いやいやいや、ちょっといろいろ考えて来年、うん、あのチャンネル作っていこう。いいね、そうね、チャレンジしたいですね、うん、リートンはどうですか、これから先のチャレンジぜひ聞かせてください。僕はそうだね、まあやっぱりこのねラジ歴をしっかりと広げていくっていう意味で、まあ、新聞解説ながら聞き今やっているけど、まあ、もう一歩奥だよね。その、みんなに、こう、興味を引いてもらうってところはいっぱいできてたから、じゃあ、どうやったら自分で、学べる、自分の状況にどうやって歴史を使っていくのか、なんかこれをね、深掘りしていくための場とかを用意して、うん、準備していきたいなと思っていますので、うん、来年、2022年、またリートンとソッシー、それぞれね、それぞれの、チャレンジをしつつ、ラジ歴本体はますます、はい、うん、より内容を豊かに充実させていくということで頑張っていきたいと思いますので、うん、皆さんこれからもラジオ歴史小話、どうぞ末永く、ご愛顧いただければと思います。ラジオ歴史小話、お相手はリートンとソッシーでした。バイバーイ。